お笑いトリオ、ジャングルポケット、太田博久の妻でモデルの近藤千尋が26日に自身のインスタグラムを更新し、第三子女児の出産を発表した。大切な皆様へご報告ですと題して投稿。本日第三子を無事に出産いたしました。お姉ちゃん二人とそっくりで元気な元気な女の子です。母子ともに健康です。支えてくださった皆様、本当に感謝でいっぱいですと報告。 3回目の出産でも初めてのことがたくさんでしたが、ひーぼくん、娘2人、周りの皆さんのサポートのおかげで無事にこの日を迎えることができました。元気な産声を聞いたときは涙が止まりませんでしたと誕生の瞬間を振り返った。そして、私たちの元に来てくれて本当にありがとう。これからたくさがいみつる、会う、れる人生を過ごそうねと赤ちゃんにメッセージを寄せ、第3子とのツーショットを披露。名前は 家族会議中ですわらとつづった、夫の太田も自身のインスタグラムで無事の誕生を報告。本日5人家族になりました。母子ともに健康です。最高です。ちーぼーちゃんありがとう。と伝え、5人で撮影した写真をアップした。